IOC 書き出しクラスパラメータは Revit2023 から利用可能です。書き出し時の IOC 側クラスへの割り当てを Revit 造作工事カテゴリーで作成されたファミリー点検口マンホールを例に解説いたします。規定の書き出しクラスマッピングテーブルでは造作工事カテゴリーは IOC ファニチャーとして割り当てられています。今回は規定でまず書き出しをしてみます。 書き出しから IOC を書き出しを選択し、書き出したいスキーマと MVD を選択します。今回は IOC4 の Reference View を選択し、クラスが正しく書き出されているかだけの確認を行うため、P s e t などの書き出し設定は外しておきます。IOC Viewer で書き出された要素のクラスを確認していきます。 規定の書き出しマッピングに従い、先ほど点検庫マンホールで書き出された要素のエンティティが i f c ファニチャーとして正しく書き出されていることが確認できます。一方で i f c ドキュメントを確認していくと、 マンホールのような水平方向に設置された点検口は IFC エンティティが IFC ドアまたタイプをトラップドアとして割り当てられていることがわかります。そこでファミリータイプに Devit2023 のこの新機能を使い IFC クラスを割り当てていきます。 IOC パラメータグループに用意された IOC に書き出し、カッタイプの値を規定値から上書きの意味として範囲、はい、に設定します。すでに割り当てたい IOC 定期済みのタイプを把握していますので IOC 定期済みのタイプをクリックします。エンティティ選択ダイアログから IOC4 Reference View RV を選択しエンティティとして IOC ドア、タイプとしてトラップドアを選択します。 同時に2つのパラメータ値が設定されます。この設定によって同じファミリータイプが同じ IFC クラスとして書き出されます。先ほどの書き出し設定のまま IFC ファイルを上書き、ビュアで開いていきます。1階に配置された点検口マンホールを確認すると、今度は IFC ファニチャーではなく IFC ドアとして書き出され、 また IFC タイプがトラップドアとして割り当てられていることが確認できます。今回は IFC タイプへの割り当てとして設定するためタイプパラメータを利用して割り当てましたが個々の要素ごとに割り当てたい場合はインスタンスパラメータとしてのクラス設定も可能です。